皆さん、こんにちは。さて、前回ですね、この α6600、α6400 で、手ブレ補正のね、有無を検証しました。で、前回はですね、こちら、レンズ内手ブレ補正のある、SEL1018 で α6100、6600を検証しましたが、今回はこちらですね。はい、α6000系でとても人気のね、シグマの 16mmF1.4 のレンズ、こちらを使って手ブレを検証していきます。で、このレンズはですね、手ブレ補正が一切ないので、 α6600 の場合はボディ内手ブレ補正を使って、 α6400 の場合はボディもレンズも手ブレ補正がない状態になります。そして今回使うジンバルですが、前回がね、モザミニ P という小型のジンバルに対して、今回はね、このパワーのあるゼウンのウィービル S を使っていきます。で、モーターのパワーのセッティングの方はこの左あたりに書いておきますが、若干ですね、こちらウィービル S ロール軸がね、弱い印象があるので、手動で少しロール軸の数字をね、上げています。なので、普通よりかもね、傾きとかそういったものには、まあ、強いと思うんですが、まあ実際ね、どんな風に映るのか。さあ、それじゃね、早速これをね、持ち出して外で撮影やってみましょうか。Without my silver claws, without the crowds of laws, I'm nothing but a shade. I'm nothing but afraid. No other soul to hurt, no one to live in dirt. The hunter becomes the prey. My will just goes astray.はい、ということでね、家に戻ってきて映像の方を確認してみましたが、どうだったでしょうか。やはりですね、ボディ内に手ブレ補正のある α6600 の方が、どんな場面でもこの α6400 よりかもね、映像が安定していましたね。に対してね、α6400 の方は、仮にね、こういったモーターが強力で、なおかつ設定もね、完全に煮詰めた、まあ、ジンバルだったとしても、レンズかボディに手ブレ補正がないと、今回のようにね、ガタガタガタっていう映像になってしまいます。なので、もしね、α6400
6400でジンバルに乗せて、滑らかな映像を撮りたいという場合だと、まあ、どうしてもレンズ内に手ブレ補正が必須になってしまいます。ということでですね、あのジンバルに乗せて映像を撮りたいっていう用途でしたら、まあ、やっぱりこの α6600 の方をね、個人的に、ね、おすすめします。で、まあ、使うレンズがこういったシグマとかのサードパーティーとかではなくて、ボディ内手ブレ補正のついたね、ソニーのレンズしか使わないよって方でしたら、こっちのコスパ重視のね、α6400 でも全然満足感が高いと思います。出てきた絵っていうのはほとんど変わりませんでしたね。まあ、センサーもほとんど一緒なんで、そういったところでは変わらなかったんで、今回はそんな感じでボディ内の手ブレ補正ありなしでね、ジンバルに搭載にどんな風な挙動をするのかっていうのを調べてみました。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。